2秒待ってやる。お化け怖いんだもん。ならば神とも戦うまで。お客様、神様だろうがゴラーと怒鳴られたが、強気な店員。もはやここまでかもしれん。トイレで後ろに並んでる人が何か言ってる。さあみんな電気消すよ。俺にだって好きな女がいる。そいつのためならいつでも死ねる。ときめきメモリアルを貸してから友人の様子がおかしい。てめえらの血は何色だ。本当は血液型を聞きたかったが、初めての合コンで緊張しすぎた。小僧、なぜ笑う。怖くないのか。小僧、なぜ笑う。お客様、ハッピーセットを一つですね。次に死にたいやつ、前に出ろ。病院の呼び出しがおかしい。戻った。乾燥わかめを初めて作った人たち。おお、一体何名様ですか。まさか見えるのか。占い客がちょろい。感じぬ、微塵も感じぬ。読書感想文で書くことがない。おい新入り、創業以来50年突き足してきた秘伝のタレはどこや。洗い流したわ。よそはよそ、うぬはうぬ。親父、俺は寺なんか継がん。念仏なんて一生唱えんぞ。じゃあ寺に伝わる黄金の小判は次男に継いでもらう。何枚だ。視力検査でまさかの奥。後ろから傘のフックで股間を引っ掛けてくる友達が怖い。てめえらにユーキャンで取れる資格はねえ。入らぬ。前を向いたままでは目薬は入らぬのだ。ウニって中だけ食べるの。とうとうの工場見学に行ったら、便座を作るコーナーに目を疑う光景が広がっていた。お母さん本当に怒るよ。シートを持っていくのを忘れた兄さんが体を張って花見の場所を死守していた。爆弾処理班が残り10秒で一か八かの全部抜きで勝負に出た。もしファックスか。俺の命はお前の幸福のためにある。ちょ、アイちゃん、どこで覚えたのその言葉。貴様を地獄へ送る前に一つだけ答えてもらおう。地獄ってこっちの道まっすぐで合ってますか。フレミングの法則が思い出せない。嫌いなピーマン残ってるけど、強引にごちそうさましてみる。ふん、ついに出てきたか、ドブネズミの親玉が。ミッピーマウスに暴言。世界三大珍味といえば、キャビアとトリュフと、ほわーぐわー。新しいスマホ見せびらかしてたら、カラスに持ってかれた。さあ来い。ハゲ、ダメ元でふさふさにしてくださいと言ったが、意外と頼もしい。目覚まし時計がうるさいので鼻をつまんだが、まだうるさい。ド根性ガエル最終回。どうして執拗に顔面を狙うんだい。ユリアはもらっていくぞケンシロウ。ユリア、腹から声出せや。ユリア、おう。ケンシロウを捨てろ。そして今日からこの俺を愛するのだ。何よバカな。年収は？ですよね。ビニール袋着てみましたの巻。ケン動いて。だるまさんが転んだで子供相手に全力で挑むケンシロウ。だるまさんが転んだ。俺と二人一組を断る。ユダ、水没したスマホは二度と輝かぬ。あ、どうしたの。寒気がするんだ。あた、このラオウ、未だ愛を知らぬ。合コンでの自己紹介。おいもいっぱい惚れたかラオウ。あ、フォークダンスで余った男子。あったあげて、あった下げて、あった下げないで、あったあげない。泣いた。生まれて初めて俺は泣いた。カレーはできたが、炊飯器のスイッチを押すのを忘れていた。さようならをしたのになかなかエンジンがかからなくて気まずい。ケンシロウ、寿司屋でこっそり隣の客に皿を押し付ける。
久しぶりに帰った実家で親父が LED に変えたリビング照明を猛アピールしてきた。めんどくせえ。結婚27年目の妻、ニトリにヤバいやつがいる。もはや俺に帰る道はない。迷子センターに面倒なやつが来た。サウザー、貴様の髪の毛一本もこの世には残さぬ。あ、終わった。ヒヒヒヒ、おとなしくしろ。やだ。自殺志願者を止めようとする善良な市民。心を震わせる光。部長にぶつかったらズラが落ちてしまったのでとっさに褒める。水はもらっていくぞ。ばあさん、その水飲んでみろ。世界に平和が戻り、浄水器会社の代理店に就職した訪問販売初日のケイシロウ。行くぞ2枚目。相田君、テスト中は静かにしなさい。担当食べと言いながら芋けんぴをアリの巣にぶっ刺してたら公園の管理人に注意された。わさび抜きを望んだのだ。絆創膏を貼る場所を盛大に間違える。人参、椎茸、ごぼう。よっしゃ、まだ在庫ありました。あ、なんだ、後ろの岩が吹っ飛んだ。躍動感のある俳句。狩りを作りたくないのか。違う、これが北斗神拳剣士の戦い方だ。さすがは北斗の男、あえて誇り高き死を選ぶか。いや、選ぶかボケ。履歴書に書ける資格はねえ。てめえらにおすすめのランドセルは天使の羽。すまん、トイレ空いたぞ。に2キロのダンベルで。俺の身長少しやるよ。え、わーい。愛とともに。ここの居酒屋は注文のたびに店員全員で変な回収してくる。臭い息を吐くのはそれぐらいにしておけ。ブレスケアの CM が攻めてきた。どの記念日だ、思い出せ俺。わへへへ、しっかり歯磨きしろ、消毒されてえか。わへへへ、土下座しろ、それとも土下座されてえか。本当に本当によくできたない心なんです。北斗神拳奥義、アグア足が勝手に行って口走っちゃうけん。アグア足が勝手に。もはやここまでか。ゲームの体験版しかやらない人。食事だ。私がインフルエンザと分かった途端、母の態度が変わった。恐怖など微塵も感じぬ。ボーリングでガーターにならないようにしてもらった。こんな大勢で押し寄せてすみません、 NHK です。表裏一体の北斗となんとは互角の拳法。戦えば断身オールナイト。それだ。コンビニでタバコの銘柄を言わないで指示するタイプ。終業式の日の全教科を機弁してるやつの下校風景。ここは私が払おう。いや、私が払います。いや、私が払おう。いやいや、私が。花見の場所取りで超でかいブルーシート持ってきてるやつが寝てたから切り取ってやった。メダカやドジョウ、金魚などを水槽に入れて自分だけの水族館を作ろうとしたが、昨日入れたザリガニが食物連鎖の頂点に立っていた。銭湯のバンダイさん100人に聞きました。一番印象に残ってる脱衣ベスト10第1位。ふん。火葬場の営業時間が終わりそうなので急いで向かう途中、2人に名案が浮かんだ。はあ、こんだけやって人違いとかマジで言ってんの。わあすごい。弾もまだ何発か残っておるでな。さっきはババアって言ってすいませんでした。あなたお弁当今日も頑張って。うらやましい。文化祭でお化け役の練習をする娘のセリフが何か間違ってる。リスチップとデールの違いがわからない。次回北斗の拳、さらばケンシロウ終了検定でまさかの乗り上げ。北斗の掟は俺が守る。お前はもう最後まで見ている。わた！おすすめ動画を見る飛行もついた。